白登山の戦いは、紀元前200年に行われた強度と漢の戦いである。白との囲みとも言う。総降雨を滅亡させて、中国際統一を果たした皇帝隆法は、強度へ備えるために、漢王神を馬優に派遣するが、強度の脅威を間近で見た漢王神は、強度との和平を唱えた。これを裏切りと見られた漢王神は、強度に投降した。 漢王神の軍隊を加えた強度は40万の大軍で大元へ攻め込んできた。劉邦は32万の軍勢を引き連れて平常で強度を迎え撃った。だが劉邦の本隊は弱兵ばかりに見せかけた強度軍の偽装退却に騙されて進撃して孤立してしまい、白登山で包囲された。この時、強度軍は北方の軍団は黒馬、南方の軍団は赤馬。 西方の軍団は、白馬、東方の軍団は、シラフの黒馬に乗って、官軍を包囲していたという。7日間包囲されていた劉邦は、陳兵の検索に従い、僕突然羽の足に贈り物をして、包囲の一角を開けさせた。劉邦の軍勢はそこから包囲を抜け出し、命からがら長安に逃げ帰ることができた。この時、官軍兵士の10人に3人は、登場で指を失っていた。 強度に敗れた劉邦は、強度へ、功能物を献上するという屈辱的な和平を結んだ。以後、武帝の即位まで関は強度に、属国扱いを受けることになる。ありがとうございます。